起きて、あ、起きて、てててて、ふわふわ。しゆかです。ゆらりです。ももかです。ピンク、ラテン、ティー、ビリー。はぁ、違う。イエーイ。イエーイ。はい、今日の企画は、中学校あるあるです。どうぞ。テスト返します。はい、はい、花田さん、ありがとうございます。本当に毎週。はい、ゆみさん。はい、ありがとうございます。はい、くりたさん。勉強した？勉強した？全くしてない。全然してない。どうしよう、本当にどうしよう。一つもしてない。一つもしてない。え、何点だった？何点だった？2点。え、0点。95。どうしよう、お母さんに怒られる。口に出せないなら僕は痛い。それユニコーン、ユニコーン、ユニコーン。花田さん、ちゃんとそうしなさい。ゆうかだけですか？ゆめか、ちゃんと掃除しないとダメだよ。そうだよ。え、じゃあ今日は10月11日だから11番のウイスタンが最近いっぱい出てる気がするから 1+1 で2番のクリタさんもさっき当てた気がするから、まあ全然関係ない。花田さん、パル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 、エクスキューズミー、エクスキューズミー、パル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 、ユニコーン、バルー、ユニコーン、ユニコーン。ありがとう。花田さん、授業中に何やってるんですか？私はお友達と。先生、全問正解でした。私のところユニコーン OK だったの。私もユニコーン OK。 ユニコーン OK だった？え、ユニコーンダメだった？嘘、マジで。私ユニコーン全然 OK だった。なんか先生の前でユニコーンバレたりしたら生活指導だった、マジで。家庭連絡とか。私校長室でユニコーンやってた。え、怒られたの？うん、怒られた。私ね、トイレでやろうがね、授業中やろうが、校長室でやろうがね、全部自由だった。え、マジめっちゃ羨ましい。ユニコーン、ユニコーンできる学校。じゃあ今やろうか。うん、せーの、ユニコーン。皆さんが静かになるまで35秒かかりました。今から数学の授業を始めます。じゃあまず割り算をしていきましょう。ここが、15分の3割る1はユニコーン、1回目、ユニコーンかける2×3 は言い過ぎでしょ。 x かける y の2乗、そしてユニコーン。今日のユニコーン合計100回。え、マジやば。リア充とかさ、爆発してほしいよね。それなりに爆発しろ。リア充爆発しろ。爆発しろ。今日ね、彼氏がね、私大好きって言ってくれたの。やば。ひめかの彼氏はめっちゃなんかツンデレで、いつもはあんまりなんて喋ってくれないのに、なんかたまに会った時とかちっちゃいプレゼントとかくれるの。やばい。やばい。めっちゃ彼氏最高。ね、それな。うん。二人とも小学校の時爆発しろって言ってた。もうそんなの忘れた。それな、そんなこと言ってなくない？それな、だってめっちゃリア充楽しい。楽しい。はい、10個終わったね。え、結構あるあるじゃない、うん、英語があるかもしれない。パールンってめっちゃ流行ったもん。キメカだけ注意されるをめっちゃある。うん。ありそう。あとこれ OK だったダメだった、そいつはあんたかな。確かに。あはい、中学生あるあるでした。イエーイ。共感してね。ね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。